こんにちは、川田です。朝会始めます。12月9日金曜日になりました。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。まあ、昨日はマーケット上がったんですけど、その前の日まで5日間続落でしたよね。まあなんかちょっと気持ち悪いなという、で、この時過去に何があったのかというのも振り返るのもいいかなと思っております。で、明日はですね、人生を豊かにする日経の読み方。PTX でお申し込みください。これ面白いよ。本当に1週間の新聞を私がピックアップしてコメントですから、役に立つと思いますよ。で、今日この後ですね、月か金のシリーズなんですけども、保険募集人と IFA のための新聞の読み合わせです。それから、毎週月曜日にですね、高田さん、広田さんと一般視聴者向けにセミナー、資産形成セミナーをやっております。お申し込みはこの、QR コード。メルマガ書いてるサロンはですね、この今週、来週はですね、大倉博士40年投資の奥義ということで、で、最後、実はですね、この企画が最後になりまして、12月21日、私がですね、米株投資社会経済学的見地からというようなことで、どうしても、なんぼ試行錯誤してもですね、資産形成は米国株式にたどり着くというようなことをお話ししてみたいと思います。で、メディアはですね、私が水曜日に出て、今度は、この8日のですね、この日経 CNBC も終わりました。で、次回はどう？大倉博士が16日に電話インタビューです。で、昨日のマーケット、結果的にはダウじゃなくて SP は、SP は0.8か、ナスダックが若干強めに、半導体が反発したというのは大きいかな。それでもですね、12月はですね、まだ3%以上下がってますし、今晩一晩でですね、3%上がるなんてことはちょっと考えにくいんで、今週は週間ベースでは下落かなということです。で、これが 3963SP です。で、これがダウの上と騰落率、騰落銘柄の上位です。で、昨日のマーケット、新規失業保険申請件数ですね。これが若干多かったというのが、マーケットには、今のマーケットにはプラスのニュースになります。それから、14日には FOMC、その前の日、13日に CPI、今晩の PPI も、注目だなんていう人がいますけど、どうですかね。で、あと、昨日に限って言えば、ハイテク、NVIDIA が6%以上上がってましたっけね。あと、マイクロソフトは、ゲームのアクティビジョンブリザード、これの買収計画が阻止されるっていうことなんですかね。こういうのが出てですね、随分CNBC の本国版、アメリカ版では話題になってました。それからエクソンモビルは、300億ドルって言いますから、3兆円、4兆円ということですか。自社株買いを拡大すると発表、株価は上昇ということで、ただエネルギーセクターは昨日は、原因下がってますからね、買収認めない意向ということで、FTC はマイクロソフトによるこのアクティビジョンでですね、買収認めない方針であることを確認したっていうようなことですね。競争がそがれるっていうことですよね。で、これはですね、アクティビジョンです。こんな感じ。これがエクソンモビルですけども、これは何かというとですね、エクソンモビルを分子に、分母がですね、SP500 なんです。1970年ぐらいから、右肩上がりならエクソン買っておいた方が良かった。右肩下がりなら、SP の方が良かったということですね。これ30年、50年経ってみてですね、どっちが良かったか一緒なんですよね。ただこの間はですね、ずっとこのアクティビ、えっと、エクソンモビルが比較優位があるし、配当もですね、ありますから、SP500 よりも高いから、結果的に SP、エクソンモビル50年投資は、正解と言っていいんじゃないかと思います。で、これが VIX 指数で20を超えたまま、これが、日々の動きで、このままいきますと、ということで、11637がナスダック100です。で、これが今年の SP の形ですね。で、これが50日移動、20日移動の SPY、SP500 の ETF ですね。ここが4月の十何日かな。違うか。これが8月何日になってますね。これが、200日移動で、この前4月かな。で、これが、ここが先週パウエルが発言したとこ、ここですね。
その後、こう下がってきてると。また200日移動があったと。50日移動はこんな感じで、一応上にはいるんですけど、こういうの、手がかりにして相場やってる人にとっては、なんか大事な指標らしいです。でですね、今日、これがナスダック100ですね。それから、あとはですね、ドル指数はですね、若干、テレテレと、下がったまま、おとなしいところにいます。で、これが AAII、全米個人投資家協会ですか。おととい、7日にですね、アップデートされましたが、ブリッシュが、そんなに増えてない。ベアリッシュが若干増えたというところですね。あと10年、2年はですね、この83ベーシスで、依然として深掘りしたままですね。それから、これが10年債3.489。それから2年債が4.318。で、これがイールドカーブ10年と3ヶ月で深掘りしたまま。で、これが50ベーシス以上の逆ザヤだと確実に、景気後退になるっていうんですけども、イエレンさんのですね、インフレ低下は正しい軌道だということで、昨日どこだっけな、テキサス州、フォートワースで開催されたイベントの講演後に、労働市場の過熱は収束し始めているとの見方を記者団に示し、インフレ低下という点では正しい軌道に乗っており、景気後退は避けられないものではないというようなですね、楽観的な見方を披露したということになります。それから、これがパウエルさんですけども、どうもこれはどっかな、テレビですかね。FRB がですね、仮想通貨、それから住宅、それから他にもですね、あれほどコロナでですね、市場にお金を、現金を投入した割にはですね、その引き締めの過程で、バブルが崩壊して経済に変調、著しい変調をきたしてない。これは驚くべきことだというような、ある意味、ポジティブな評価が出てました。そういうことなんかなと。確かにと。これがまた2007年なら、2009年ならというようなことなんですよね。で、これが歴代で、こうですね。あとはどうですか。これがフェドウォッチですけども、来年2月1日の時点で、今4%の誘導レートが、5%が中心帯ですけども、若干、ほら、4.75、つまりポツ5とポツ25がですね、ちょっと増えてますよね。で、これが来年の7月時点、ターミナルレートを超えたところなんですけどもね、5.25が結構多かったのが、5.25の方、こっちの方が5.25多かったのに、直近はですね、5.25より5%の方が多いということになっております。若干、金利上昇に、緩むんじゃないかということでは、今日もマーケットが反応したんだと思います。で、これ朝テレビ見てたらですね、11月3日時点ではですね、こういうふうなパスを通るっていうようなことだったのに、直近の12月7日の FF レートはですね、どうも2回分ぐらい利下げに、来年後半にはですね、2回ぐらい利下げがあるんじゃないかというような、ここで見ると来年末はですね、4.45なんですけども、この7月時点では、そうか、ここで見たんだ。来年の12月13日の FOMC 時点ではですね、これがほら4.45なんですけども、4.45どこかここ。この人は市川さんだっけな。この方はですね、市川さんじゃなかったな。他の方ですけども、4.45どこかここら辺が中心帯だと思ってると。ただ、フェドウォッチからはするとですね、まだもう、ちょっと高いところがコンセンサスだというようなことです。で、これが10年、期待インフレ率ですけども、少しずつ下がっていってるっていうのが見て取れるかと思います。これもですね、これが実質金利ですね。10年の実質金利も若干緩んできてるかなと。それから5年の実質金利も若干緩んできてるかなというところです。GDP Now、アトランタ連銀ですけども、これ次回の改定が今晩かな。それまでは6日に改定されたものは3.4%のまま。あと、昨日、改定されたのはですね、アップデートされたものはですね、フレディ・マックの30年の住宅金利です。これが一時7%超えてませんでしたっけね、ここ7。で、これが3、4週続落なんですよね。6.33まで来てます。で、これが、クリーブランド連銀の CPI の予想ですけども、これがね、12月6日でしょ。これが12月4日直近なんですけども、変わってないんですよ。4.79、あ、4.79か。
ほとんどっていうか全く変わってないんで、どうなってるのかなと思ってます。それから、ガソリンですけども、3.329、3.329、ここら辺まで来てます。もうちょっと下がった方がいいんでしょうね。あと、ブレントはですね、これが80ドル、先物は77ドルぐらいまで下がってるのかな。いろいろこうニュースは出てますけども、あんまり上がる材料ではなかったということです。で、天然ガスも急落していますね。ここ5.878。で、これが主要指数ですけども、ソックスが昨日上がりました。それから過去1ヶ月ではソックスの方が高い。それから年初来ではダウが高い。過去1年でもダウが高い。業種別では、昨日に限れば、過去5日間ではユーティリティが高い。エネルギーは7.16で下がったままね。で、過去1ヶ月でもエネルギー安い。年初来ではエネルギーが高いと。で、これはいつも見てます。で、12月はですね、中旬ぐらいに下がるんですけども、まあ、今日ちょうど8日終わったところなんで、ここで今、この後、だから、まあ、例年の平均値を取るとすると、来週はですね、もう一回売られるということになろうかと思います。まあ、どうなりますかね。で、これが、まあいいや。これがストラテジストのアップデート版ですね。こういうところ。まあ、ざっくり、昨日が3963ですけども、1年経ってもこのレベルだと思ってる人が、ストラテジストが多いということです。あと、今日の一つの、もう一つテーマね。いつもほら、この2022年はどういう形で浮かび上がるのか、まあ、右肩上がりのアメリカ株式市場はいずれ右肩上がり、また上がってくるというのは前提ですが、この2002年はですね、こういう感じでこうぐだぐだぐだ、2009年は大きく下げて右肩って言ってますよね。で、これはですね、これが市川さんかな、三井住友 DS アセットの市川さんがですね、金融危機との類似性を見せてくれて、まあ、本当にものの見事にですね、なんかこう、符号があってんですよね。で、このままいくと、ズドーンとくるのかと。まあ、ファンダメの違いを、あれを比較すればですね、全然そんなことを想定できないよと言いながらですね、こういう図を見せられると気持ち悪いものですよね。これが一つ。あとですね、先ほど言った、もし今回、持ち上がるとすると、2002年の2月にですね、実は SP500 っていうのは5日続落したんですよね。で、これが表題のあれですね、5日とか6日続落したその後と。で、2002年の2月っていうのはもう、2002年の9月、10月が大底なんですけども、それまでにですね、ここ5日続落した、ここにありますよね。私のところの佐々木研究員のデータではですね、ちゃんとこう1、2、3、4、5と5日間続落しております。で、この後一回持ち上がってズドーンと来るっていうのがですね、2002年型。で、2011年、これはソブリンデッドクライシス、ギリシャ危機、アメリカ国債拡散かな。まあ、こういう時だったと思うんですけども、これが6日続落でですね、このやっぱり2%以上が一回あるんですよね。で、こういう、この時もですね、一回持つんだけども、たまらず、もんどり打つという表現ですかね。ズドーンと。ただ、よく見ると、ここでこんだけこう下げて、急落したけども、12月ぐらいにはですね、どっかここら辺まで戻ってると。だからやっぱりあんまり、右往左往しちゃいけないのかなと。で、あとは PER が16倍終わった後は上昇に転じる傾向というのは、これも市川さんだったと思いますけども、これが18年、19年、20年、まあ、SP500 がこう上がってきて、今下がってるわけですけども、PER、これ予想 PER ですかね。で、これで16倍終わったところで、終わった後は、上がってると。PER 16倍の線がここなんですか。で、ここからこうなってるんで、まあ、この後どうなりますかということですよね。で、これが、スケジュールですけども、今晩も卸売物価指数です。で、箱田さんと私はですね、これ収録済みです。で、これがこうで、あとは、アップルが昨日上がった、テスラが下がってるんですよね。上海工場での、なんでしたっけ、なんか、遅延かなんかでしたっけ。で、テスラは高値から半値になってるっていうことで、盛んにメディアで言ってました。で、これも私のポートですけども、まあ、C はもう、あまりに水準が低いんで、少々上がろうが気にならないんですけども、IDEX とサービスナウはまあしっかりしてると。まあ、999がここですから、昨日もまあ、999よりはいいものが
少し多かったということです。なとこかな。で、これがチャートですけども、水は5日、過去5日間で2%強上がってると。それから、過去1ヶ月間では31%上がってる。年初来ではもう72%も下がってるということです。そんなところですね。はい、以上です。で、今日はこれにて失礼します。で、明日 PTX で、お申し込みいただければ、午前9時に、人生が豊かになる日経新聞の読み方かな。ということでお会いしましょう。どうもありがとうございました。失礼します。